コールドロン、破られた、近い1857年コールドロン、ジュリエット1896年、フィリップ・ハモジェニーズ・コールドロンは、イギリスの画家。最初は、ラファエル全パのスタイルで絵を描き、その後、歴史画のジャンルで活躍した。ロンドンのロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの学芸員でも、あった。コールドロンは、フランスのポワチエの生まれ。父親は、 スペイン人でスペイン文学の教授。その前はカトリック教会の司祭をしていたが聖公会に改宗した。母親はフランス人。コールドロンは工学を学ぶつもりだったが図形を描く方に関心が移り、美術に進むことにした。1850年かロンドンの霊が設立した私立の美術学校で学んだ後、1851年にパリに移りフランスをワイズ・アール・ピコに学んだ。 出世作となったバビロンの水のほとりでに続いて代表作破られた誓いを発表。初期はラファエル全派に感化されディテール、深い色合い、写実性を特徴とした。やがて現代的テーマよりも歴史的テーマに興味を持つ美術家の集団セントジョンズウッドパのメンバーとなった。コールドロンの後期作品は一般に聖書、歴史、 文学をテーマとしている。コールドロンの作品の多くに、贅沢かつ優美な服を着た女性と、穏やかな色調の風景が描かれている。朝では、赤葛色の髪の毛の乙女が朝日を見ている絵である。ウィリアム・シェイクスピアの、ロミオとジュリエットを題材とした、ジュリエットは、ヒロインがバルコニーから星を見つめている。エドワード・ポインターと比べると、コールドロンはより古典的なスタイルをとっている。 ハンガリーの聖エーリーザベトの禁欲の行は、チャントリービクエストを受賞したが、その反カトリック的なメッセージのため論争を引き起こした。祭壇の上で裸でかがんでいるエリーザベトを修道士たちが見ていたのである。コールドローンの絵のいくつかは、デートギャラリーに展示されている。ありがとうございます。